ウェブ 2Py はデータベースを使用するタイプのウェブアプリケーションをアジャイルで開発するためのオープンソースのフレームワークである。ウェブ2 p イは Python で書かれており Python でプログラム可能である。ウェブ2 p イはセキュリティの確保に重点を置いている。例えばデフォルトで入力値の検証を行ったり出力のエスケープを行う仕組みを提供している。 これらの仕組みは、SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、安全でないオブジェクトの直接参照といった、よくある脆弱性の問題を未然に防ぐ。また、Web2Py は、モデルビューコントローラーパターン、フォームの自己 URL に対する送信、サーバー側でのセッションの維持、ファイルのアップロードの安全な取り扱いの仕組みなど、ソフトウェア工学に基づいた健全な開発手法を、 積極的に取り入れている。Web2Py はサイト構築に必要となる主な部品がビルトインで提供されるフルスタックなフレームワークである。例えば次のような部品が提供されている。Web2Py は D-Pol University で教育用のツールとして開発されており、そのため学習曲線が非常に浅いという点で他のフレームワークとは異なっている。この理由から 簡単にサイトが立ち上げられるよう設計されており、開発、デバッグ、検証、メンテナンス、遠隔での DB 管理が外部のツールを必要とすることなく、Web ベースで行えるようなインターフェースが用意されている。Web2Py は最新の Python の Web サーバと Web アプリケーションの間のプロトコルであるホズギーに従っている。また、Web2Py は CGI やファステクギーでも、 稼働可能。TLS が有効化された CherryP ーーズギーサーバーも備えているので、アパッチなどの外部のウェブサーバーは不要である。アパッチと動かすことももちろん可能。ありがとうございます。